株式会社レナウンインクスは、主に、肌着、靴下の製造、販売を手掛けている日本の企業。厚着の100%子会社。2002年2月に、レナウンのインナーソックス事業を分社化する形で、設立。以降は肌着、靴下の製造、販売を手掛けている。2020年5月15日に、親会社のレナウンが、民事再生法適用を申請して、経営破綻。 レナウンインクスは、レナウンの経営破綻後も継続して、事業を継続してきた。レナウンの管財人は、レナウン・インクスの譲渡を複数のスポンサー候補と協議していたが、レナウンの管財人と同業の厚木は、2020年8月20日に、レナウンインクス全株式を同年10月1日付で厚木へ譲渡する契約を締結。レナウンインクス全株式は、 同年10月1日付で厚木へ9億5000万円で譲渡され、レナウインクスは厚木の連結子会社となった。福島県岩木市にある岩木事業所の土地、建物も、かつての親会社であったレナウンから第三者へ約1億700万円で譲渡され、レナウインクスは岩木事業所の土地、建物を、その第三者から賃貸を受けて創業している。 レナウンインクスが手掛けていた事業は、厚木の下で再建が図られることになる。ありがとうございます。